皆さんこんにちは5月25日水曜日リビングライフの時間です私は日本キリスト教団仙台宮城の教会牧師の斉藤敦氏と申します今日も皆さんと共に御言葉の恵みを味わってまいりましょう本日私たちに与えられました聖書の言葉は新約聖書コリント人への手紙第1 十一章十七節から二十六節です。そしてテーマは。主の死の意味を深く心に刻む。生産です。コリント人への手紙第1。第一。十一章。十七節から二十六節。 ところで、次のことを命じるにあたって、私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが益にならず、かえって害になっているからです。まず第一に、あなた方が教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いています。ある程度はそういうこともあろうかと思います。実際、あなた方の間で、 本当の信者が明らかにされるためには、分派が生じるのもやむを得ません。しかし、そういうわけで、あなた方が一緒に集まっても、主の晩餐を食べることにはなりません。というのも、食事の時、それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹なものもいれば、酔っているものもいるという始末だからです。あなた方には、 食べたり飲んだりする家がないのですかそれとも神の教会を軽んじて貧しい人たちに恥ずかしい思いをさせたいのですか私はあなた方にどう言うべきでしょうか褒めるべきでしょうかこのことでは褒めるわけにはいきません。私は主から受けたことをあなた方に伝えました。すなわち主イエスは渡される夜、 パンを取り、感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですから、 あなた方はこのパンを食べ杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのですパウロはコリント教会の一人一人に対してまた新たな問題を提起されます17節をどうぞご覧くださいところで次のことを命じるにあたって 私はあなた方を褒めるわけにはいきません。あなた方の集まりが益にならず、かえって害になっているからです。ここでパウロはまた益、利益の問題について取り上げています。詳しくはおとといの QT で私たち考えることができましたけれども、 まあこのコリント教会の中で少なからず問題としてあったもの、それは一体何かというと、簡単に言うと自分のことしか考えていないということによって、それがこの他の隣人である、また教会の他の方々にとってこの不利益になるような状況がこの起きていたというそのような問題です。で、今回パウロはですね、今日与えられた聖書の言葉を通して、 生産というこの一つの問題を取り上げようとしています。しかしですね、その前にですね、パウロは大変興味深い言葉を私たち一人一人に投げかけていますので、まず最初にそこをこう触れてみたいと思うんですが、18節と19節を見ますと、このようなことが書かれています。まず第一に。 あなた方が教会に集まる際、あなた方の間に分裂があると聞いています。ある程度はそういうこともあろうかと思います。実際、あなた方の間で本当の信者が明らかにされるためには、分派が生じるのもやむを得ません。この聖書の言葉を読むとですね、まあ、パウロがですね、あたかも この分裂であるとか、まあ、分派という,う、この出来事を,をですね、まあ、そういうこともあろうかと思うし、まあ、やむを得ないという言い方をしているということなんです。で、私たちはですね、こう、教会に集められると、どうしても、こう、一致であるとかですね、あの、こう、一つとされることっていうのは、 教会にととっってて必要なものででああるるいうう意識ってあると思うんですねだからそういうことを考えるとこの聖書の言葉はあたかもパウロが分裂や分派をなんかこう容認しているような、まあ、そのような読み方もできないことはないわけなんですねだから私たちはやっぱりこういうことに関してちゃんとした見識を抱いておくというのはとっても大事なことだと思います でパウロがなぜこういう言い方をしたのかというとやはりですねこの駅にならないようなことがもし教会の中でそれが価値観としてこう増長していくことによってですねこのキリストのもとで一つとさせられている教会が失われていくことがあるんであればやっぱそれは分裂とか分派というものは やむを得ないんだと違っった価値観がでですすねねこの一つどころにあってですねあもちろん個性とかこう多様性というのがあるからある程度はですね教会というのはそういうさまざまな価値観によってまあ作られているのは事実なんですけれどもしかしここだけは欠かしちゃいけないというのはやっぱりキリストによってこう一つとさせられているつまり キリストに習う、この他者の利益につながるような生き方が教会の価値観にもしなっていなければ、やはりこれは問題なんだということなんです。だからそうすることによって分派分裂というものが生じるんであれば、やっぱパウロはですね、そこにどうしても言及せずにはいられないということなんですね。で、 今日私たちにこの与えられた御言葉を通して語られているのはこのの生産の出来事である、まあ、昔はですねこう礼拝に来る時みんなそれぞれこう食べ物を持ち寄るわけですよ。自分の家で焼いたパンであるとかこう野菜果物とかワインであるとかこうそういうものを持ち寄ってですねこう食卓の上に全部載せるわけですよね。ででその中で礼拝を この神様に捧げた後にこの生産イエス様がこの命じられた生産に預かりながら同時にこう食事をするというのが当時のこう礼拝だっただから生産と愛産っていうものはどっちかこうセットに考えられてたと私たち見ることができるわけなんですところが今日の御言葉を見ますと 21節には食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので空腹な者も,もいれば酔っている者も,もいるという始末だからですとこういうことが書かれているわけです。つまり自分自身が利益となるような生き方が教会の中にはびこってしまっているがためにこの生産をも このキリストの体キリストの血潮といっていただくものまでもらえるものもいればもらえないものもいるというようなそういう状況が生じてしまったということなんです。つまりこの自分のためだけに生きる自分が利益となるような生き方が教会の中にやっぱり入ってしまうともう決していいことはないっていうことなんですね。 でパウロはですねそういうことがないためにではどうしたらいいのか生産というものはそもそもどういう形で行われたのかということを思い起こさせようとしたわけです。これが23節から26節にあるいわゆる「制定の言葉」と言われているこの部分で明らかにされるわけですね。イエス様が、 このパンをとってこれは私の体である。このワインをとってこれは私の血をである。このパンを食べ、杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせることをこの思い起こしすということがなければ、この生産の意味はないんだということパウロは言わんとしています。 この後でもう少しそのことを具体的に考えてみたいと思います虚しい分裂それは自分のことをしか考えていない態度 自分の利益だけを求めようとするそのような姿勢から分裂や分派というものが起きます。キリストの体が裂かれ血が流されたそのことを示すためにパンが裂かれそして酒きが分かち合われるこの生産の出来事を私たちは思い起こす必要があります。キリストは 私たちが分かたれないためにご自分の体をさえて私たちに与えてくださった。そのことを私たちは思い起こすように導かれているのです。ですから私たちがこの生産という一つの出来事をめぐってコリント教会の人たちが我先にとこのお腹が空いて自分の食べたいものを食べそして 酒を飲み酔っ払ってその食べられない人がいるような状況をもうこのないがしろにしてしまうような生き方はやはり良くないとパウロはこの手紙の中で明らかにされました私たち一人一人がキリストに習うものとして生きるそれは自分のことだけではなくて本当に一人でも多くの方々が この食卓に招かれているということを思い起こすことですそのために私たちは使わされ救いの恵みを一人でも多くの人たちに分かち合うように導かれていることをぜひ思い出したいと思うのです皆さんの今日一日の歩みに神様の恵みがありますようにお祈りいたします。主なる神様私たちが 本当の意味で一つになるために、主が生産の取り決めを私たちに与えてくださったことを思い感謝いたします。私たち本当の意味で一つとされ、あなたを褒めたたえるものとさせてください。感謝して、イエス・キリストのお名前によって、この祈りをお捧げいたします。アーメン